英団03系電車長野電鉄3000系電車、長野電鉄3000系電車は、長野電鉄の通勤系電車である。長野電鉄では1993年から3500系、3600系を運行してきたが、製造から50年以上が経過したことで老朽化が進行していた。2005年には8500系を導入して特に、状態の悪い比例防車を置き換えたものの、 8500系はそもそも即ブレーキを装備していないことから、急勾配の存在する新州中野駅、湯田中駅間に入線できず、引き続き3500系が運行されてきた。このような中、長野電鉄は、東京地下鉄が日比谷線で運用されてきたレーサン系が、運用終了になることを知り、3500系。 3600系への更新時期と合致したことから2020年1月31日に新型車両の導入計画を発表。A3 系を譲り受けの上3両編成に改造して導入することを明らかにした。置き換え対象となる3500系、3600系はもともと1994年まで日比谷線で運用されてきた3000系を改造したものであり、 日比谷線での世代交代を26年ぶりに長野電鉄で再現した形となった。形式名は長野電鉄の称号規定に基づき3000系とされた。改造工事は東京メトロの関連会社であるメトロ車両で実施された。2020年に導入された2編成は1989年度製造の2次車と1990年度製造の3次車のうち号車、 7号車、1号車を流用したものとなっている。2M1T 編成とするため、03から800型を転送化している。03系時代の走行機器が基本的にそのまま使用されるが、長野電鉄の路線規格に合わせて最高速度が時速 110km から時速 90km に引き下げられている。当初落成時の電動車の制御装置には高周波分。 マキチョッパ制御が採用されていたが、2012年から2013年にかけて、イグブと阻止 VVVF インバータ制御に更新されており、これがそのまま使用されている。長野電鉄で VVVF インバータ制御の車両が導入されるのは初めて。蘇生される三両にはもともと補助電源装置がなかったため、03から300系及び03から700系の 補助電源装置を移設し空気圧縮機も03から300型にあったものを移設している。運転機器は0 3系時代のものを踏襲しているが、車両制御情報管理装置を撤去しているほか、そもそも即ブレーキの追加とワンマン運転への対応の改造を実施している。導入時に行き先表示器を3色 LED からフルカラー LED に交換し、 列車番号と車番が表記されていた窓は埋められている。また、スカートが新たに設置された。導入当初は、英団時代と同様の黒クリームグレーの帯だったが、運行開始前にグレーの部分が先頭部のみ赤色に変更された。また、側面の東京メトロの車掌は長野電鉄のものとなり、他に号車番号のステッカーも新たに重複されている。 基本的に東京メトロ時代の内装を維持しているが、室内灯は LED 照明に変更されている。乗降扉には寒冷地対策として、レールヒーターが装備されたほか、各車両片側3カ所のドアのうち1カ所に、半自動ドアボタンが追加されている。また、ドアチャイムや旅客情報案内装置は、東京メトロ時代のものを使用している。 長野電鉄の車内放送は車両ごとに声優が異なり3000系は日本語は東京メトロの英語放送を担当している亀井佐世子が英語は長野電鉄の特急車両の英語放送を担当しているキンバリー・フォーサイスが担当2022年までに合計5本を増備する計画でこれにより3500系3600系を完全に置き換える このうち3600系は2020年9月25日の L に編成の引退をもって全敗となった。ありがとうございます。